ベェネグの名前が消された石器、ラネブはエジプト第二王朝のファラオである。エジプトの神官、マネトは、ラネブのことをケイエコスと表記し、エジプトを39年間にわたって統治したと述べているが、この時代の遺物からは、そのような権力を持った人物の存在は、確証されていない。王表では、カカオと記載されており、ヒエログリフをひっくり返して、彼のセレクをね、 ブラと読む研究者もいる。マネとは彼が神聖なヤギであるメンデスへの崇拝を導入したとも述べている。彼の名前は実際には神の名前 RA に由来しラーの子供を意味する。ラネブという名前はラーは神であるとも翻訳できる。ラネブはヘテプセケメイの息子または兄弟である。ヘテプセケメイの息子にはペルネブがおり、 ラネブはその以下兄弟にあたる。ニネチェルはラネブの息子であった可能性がある。ドイツのエジプト学者、ヨヘムコルは謎の多いファラオであるウェネグをラネブノに神明であったと結論付けた。ウェネグの実在を裏付けるものはジェセルの階段ピラミッドトトゥームウェス3014で見つかった石器に書かれた文字だけである。ウェネグの統治時期やホルスナーは未だわかっていない。 ありがとうございます。